待って待って待って最後はスタイどんな勘違いだやばいやん。やば最後は見せた。勝負してみたい。何それ？マジックも終わったところで。全然違いました。違った？全然違いました。はい。おかしいの。じゃあご紹介しましょう。まず本日撮影日2月26日が最終日なんですけども、G2 レディースオールスターがガマゴールで開催されています。はい。はい。のトランプになってます。出場選手の。おお。はい、人気投票ですよね。オールスターはそうですね、うん、オールスターあるんですけど、これはレディースオールスターって言って女子選手だけのバージョンの人気投票のレースになります、うん、で、出場されてる選手がこうやってカードになっております。一人一人すごい、はい、で運か自力か、運か自力かっていう。わかりました。やっぱあんだけ勉強して運に負けるわけにはいかないでしょ時には運にも負けるのよということで早速やっていきましょう。あ、私の好きな選手がいらっしゃいます。いらっしゃいます。うん、どうしようかな誰か教えてくれないですどうぞ4枚引いてください。はい、さあじゃあ開いてください。まず一人目、はい、ででん加藤選手、はい、3号艇、3号艇、はい、いいですね、3いいですね、はい、続いてこちら、ででん細川選手、はい、6号艇、6号艇、はい、おお結構、ででん、あ、岩崎、5号艇、5号艇、3号6来てる。さあ最後、ででん、あ、寺田千穂さん、え、千恵さん、寺田千恵さん、待って、3、4、5、6そんなことある、ね、いやいや、運命はそうなってるんで3、4、でも、はい、いや、わかんない、これで来るのって、はい、インがやり合ってる時、これ来るんですよ。はいはいはい、わかります。で、私は、はい、1からいただきます、すいません。1、2、3、5で、さあ、福田タイムでございます。皆様お待ちかね、福田タイムでございます。知ってますよ。はい、買いました。さあ、買いました。これすごいですね。まずじゃあもう一回改めて、すいません、カード占いの方から。はい、カード占いはこちら、3、4、5、6ボックス。はい、これはあれじゃないかな、穴目予想というか、結構配当が大きくなりそうな買い目でございますね。続いて私、1235ボックスです。さっき12なかったのでこっちで入れて、あとは3号艇と5号艇入れました。ガマゴーリー8レース走ります。走ってる、走ってる、うん、1235、スタートしました。あ、6は遅れてる、タイミングに6遅れてる、ジャスト気味に1号艇、4が来てる、モリア、コーナー到達には余裕がある。カードの方は1はない。カード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 はない。1が逃げたってことはもう B ちゃんしかないよ。5号艇の岩崎よしみ、バックに入っている。1号3よ。おるよ、おるよ。結構今詰まってた。けど1号艇1号はつくでしょ。3号艇の真ん中を6号艇、大阪は有効割ってくる。3着がちょっとまだ。3号艇コーナー先手の加藤、
83.0。 いちごさん、めっちゃつくやん、めっちゃつくやん。あ、待って、6号艇が来てる、擦るように入ってる。6号艇の細川優子の追い上げ。あ、でも6の方が安いんだ。これが6の方が安いんだ。6は48倍。3号艇の加藤彩それの先行であります。3周回ダッシャーマーク、上位は森谷と岩崎で1番5番。3号艇の加藤彩が粘る粘る。6号艇細川優子追い上げてくる。その差、二艇身、三着ずり、じわじわじわと迫ってくる、ま、見せ場十分に来る。その差が一艇身半、かかっちゃった、かかっちゃった。の細川ロックオン、手かけた、潜り込む。あ、これかかったな。今度はコーナー、回りしろがない状態からも先に回った細川ギャラ。嘘、途中までだったじゃん。三着でご案の岩崎芳美、まだもう一周、ない、もう6や3番加藤、156、ラストで8番 A3 惜しかった、両方外れー、 A3 惜しかったですね、 A3 惜しかったですね、 A3 惜しかった、19番人気だ。惜しかった、惜しい、80倍あった。ちゃんと考えるより悔しい。嘘。キュレース行ってみよう。惜しかった、マジで。次はちょっとじゃあ一人ずつお顔もちょっと時間があるんでゆっくり見ていきましょうか。動いてない。一号手高畑四季選手、かわいい。二号手がこの素敵な笑顔がかわちい。続いて二号手、たたん、平山千佳選手でございます。 A1 ですね、 A1 選手。先ほどの高畑選手が A2、桜本あゆみ選手、こちらも A1 ですね、 A1 の選手。大豆歌あおい選手、かわいい名前。4号艇です。続いて堀之内清子選手、チルト3からチルト2に変えて、あの T シャツを見ました。チルト3っていうね、うん、チルト3来てたね、うん、河合萌え選手 B1 なんですけど、結構なんかレース完走してるイメージ、ね、個人的に若いけど、うん、21歳。まさか当たらんと思いませんでしたね。いや、ちょっと帰ってくるぐらい、ね、いや、ほんとよ。いや、でもこれいいですね、結構インコースを攻めた感じですね、うんうんうん、私、6号手入れたいから6は入れたいな。じゃあ5、6入れるべきかな。私ちょっと5外そうかなってとこもあるんですけど、5ね、うんうん、まあでも逆に言うと5が絡むとつくんじゃないかな。あ、逆にね、じゃあ入れるか、うん、5の1、2着1356とか、あ、いいんじゃない。何その顔。何その顔って言われました。1256にしよっかな。ボックスでも時間かかります。でも展開が向くんだったら3135とか。よということで買ってきました。カードで買ったボックスがこちら、1234ボックス。もう通常だとかなりあり得る買い目でございますね、はい、して私が買いましたこちら1356ボックス。5ログが、このカードの方には入ってなかったので5号艇6号艇入れたのと、2号艇と迷ったんですけど、ちょっと3号艇来たらつきそうっすね、それね。56じゃない、65だ、653、うん、723。おおい。夢あるぜ、夢あるぞ。ちなみに一番人気は123です。5と6あんまり入ってない。まあそうだね、うん、楽しみ。全体が堀之内選手めっちゃ後ろから言っとるが、嘘、まくる気満々ですね。アカデミー通り1番、2番、3番、4番、6番、5番です。トトマル選抜戦第9レーン。スタートはタイミングを取ります。スタートしました。ゴール。やっぱり堀之内選手がめっちゃ出てる。うお、ゴー来てる。やってやる気満々。堀之内。うわ、いったよ。一気爽快。やばいんじゃないこれ。振り切りました。最後までの諦めピザ何だったらあるんだっけ。最後はスタートも5、6、今1、5号艇の堀之内高校、2が来てるよ、2が来てる、スタートは正常、やばいな、やばい。6号艇の河合萌がうまくまくられながら、まくられた3はどこにいるの。最初に3は2号艇と同じぐらい、どう、あ、3が来た、3の方が来てる、今1、5、6、1、いいじゃん、3号艇の桜本後方ですが、やばいよ、待って待って、5、6、1、3できる。最後
1356やん、え、561、28倍や、そんなに981倍やん。どんな勘違いや、やばいやん。そして最後は見せた5号艇の堀之内京子、6号艇の河合萌えが自慢で、1号艇の高畑、これ絶対これで決まるやん。めっちゃ出てたもん最終日にして。え、しかもこれ、うん、すごいもん、1356やもん、ね、5613で並んでもどれ来たって大優勝。スネさんがよく言うあれでしょ、4連単当たりましたってことでしょ。ああ、そう、5613最後の逆襲、おっとうまくまった。それでも河合流れながら5161だから全然下がっちゃうね。先頭5番の堀之内、いや5611、あいやいや、1番の高畑、561やったの、3番手セッターよね。でも最後結構最後セッター、でもちょっと結果見ましょう。ちゃんと4番の大豆浦、うわ、3と2迷っとって、でもまあ絡んではないけど、9レース561、やったすごい、当たった当たったすごい、やった。何倍か見ましょう、見ましょう、28倍かもしれない28倍かもしれない合っとるかもしれない。あ、28倍に28,180円、うわすごい、280倍、やった当たっちゃった、すごっ。93番人気ここですごっ。え、毎回これの方がいいんやない、カードで当てたわけでもないし、自分で選んだ4点ボックス自分で選んだ4点ボックス、結果自分で選んだ4点ボックスがいい。いや、もうこれはもう完全にカードとピーちゃん、ピーちゃんの勝利、圧倒的、すごい、やった、気持ちいいやろ。自分の中でも一番大きいかも。嘘、うん、過去最高配当ってこと。過去最高218倍だったもん。チャンネル登録お願いします。改めて何倍だったんでしょうか。 281.8 倍、お見事。いや、マジすごい、やった、嬉しいね、嬉しい。いや、面白いよね。でもボックスも面白い、そのまあ安いかもしれんけど、が見ることもあるかもしれんけど、こういう今節みたいなね、ガマゴーリ分かんない時とかはもうボックスで、まあちょっと運試しの要素もあると思うんですけど、ボックスで買ってみようっていうのも。ピーちゃん今まであんまりボックス買いしてこなかったもんね。ボックス買いしてないですね、3連単みかんちゃんがたまにするけど、うんうん、基本的に3連単か。いや、本当お見事、ボックスの楽しさも知れましたね。はい、引き出しが1個増えましたね引き出し増えたし、はい、マウントも増えた、予想家としてのマウントも増えたということで、はい、皆さんもね、あのこのレースなんか難しいなと思った時はボックス試してみて、当たり方もあるので、うん、ぜひ試してみてください。ぜひぜひ、はい、ということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。パオン、カットで。